目覚めた。おお、随分イメージ変わったの、森コーラン。いや、天道地獄。これが新しい私か。悪くない。すべてが計画通り。あとは治癒の少女との融合だけだ。サコシタヤナギ。我が体内に。ダメよ。柳ちゃんは絶対に守らなければ。天道地獄、調子に乗るな。君たちを呼んだ意味がない。治癒の少女との融合を見せつけてやる。眼を開いて見届けよ。誰か奴を倒して。やだ、柳がいなくなっちゃう。誰かお願い、倒してよ。誰か奴を倒して。夢に触んじゃねえ。なんか、花火エリッカだ。治癒の少女を捕らえよ。触るな。バカな。奴だけはここに来るまでに殺せと命じたはず。せめて足止めくらいにはなると考えていたが、あの失敗作が。フコ、母ちゃん、姫を頼む。久しぶりだな、烈火。不意打ちで油断してしまったよ。とはいえ、貴様の炎は相変わらず厄介だ。本当にてめえか、上等。焼き尽くしてやるぜ。パパ、弁護。助けて、お兄ちゃんに殺される。怖い、怖いよ。助けてパパ。クレイも生きているか。ならば今すぐにでも免疫を作るとしよう。貴様にマジックを一つ見せるよ。貴様も本体進化の贄となれ。失敗作。やだ、やだよ。どうしてパパ。私はパパの。
一つでね、我ら二体が天道地獄の本体に。我が戦闘の天道地獄とするならば、こいつは九州の天道地獄。食うことによって吸収したその力を我に流すことができる。つまりこの場合、炎術師を食ったことで炎を手に入れた。そしてもう炎は効かぬ。炎術師は炎の抵抗力が強い。そうだったな、花火師烈火。今にして思えば、貴様はこのためだけに生まれたのだな、レンレン。てめえ、自分の味方まで。天井！さすが火影忍軍当主、我にここまでのダメージを与えるとはな。だが貴様はバカ。嘘。しかし嘆くことはない。貴様だけではないのだ。この世のすべては我を楽しませるためだけに存在している。さて、そろそろ食うか。ざけんなアホ。柳に一歩でも近づいたら、てめえのドタマ勝ちます。
死視点、葵。ただいま戻りました。おお、生きていたか。無事生体になられたようで何よりです、森様。なんて言うと思った。僕はこれから一人で泳ぐよ。ヤナギちゃん、ごめんね。本当にごめんね。おいお前、もう大丈夫だよ。僕がかけた精神操作、今解いてあげる。おい、やらせるな、殺せ。クリンゴで眠らされた姫が目を覚ます。邪魔は野暮というものだよ。ユウコ、葵、レッカさん、ヤナギちゃん、目が覚めたらこんな僕でも許してくれるかな。まだ友達だよって言ってくれるかな。たるまだ、姫は絶対に友達を裏切らねえ。嬉しいな。ユルコ、5分だ、5分だけ頼む。心得た。受けたからにはその300秒命を賭して食い止める。5分こんな時になんで寝られるんだ。少しでも体力を回復させるつもりなのよ。え、レッカは天道地獄を倒すことを諦めてはいない。そのための5分。僕の初めての友達、死んでも助けてみせる。顔色が戻ってる。もうすぐ5分。何か忘れてはいないか。確かに見落としている気がする。重要な何か。希望は300秒。絶望に。レッカー、どう？地獄吸収隊？しまった！ヤナギさん、まだ間に合う！新魚子候補、希望が砕けた！目を離しやの力か。みなぎる体が不死になっていくのが分かる。もうすぐ我は究極体として生まれ変わる。僕が戻さなきゃいけなかった。責任を取らなきゃいけなかったのに。泣き言なんて聞きたくねえ。まだ私は諦めない。ヤナギ、聞いてね。私ね、多分、きっと烈火のこと大好きだった。今さらこんなことぶっちぎちゃってずるいよね。私今はもう全然そんなのないよ。けどさ、私が身を引いたからにはハッピーエンドになれてんだ。起きろー。でけえ声だな。協力目覚ましだ。あのタコ好きだったってのはショックだったぞ。とも2番、石島土門。あのよ、
は下手くそだ。でも俺は好きだ。優しくてあったけ。ちまちま手伝っていた俺様の感想だ。夢を与える作家先生になりてんだろ。なろうぜ、起きろ。柳ちゃん、頭真っ白で何を言えばいいかな。お話ししてよ。笑顔が見たい。起きて。柳さん、聞こえますか。三鏡です。僕は初め復讐のことしか頭になかったし、仲間意識の強い劣化たちについていけないところもあった。でも彼らと共にいたから今の自分がここにいるんですよね。今間違いなくみんなと同じ気持ちです。起きてください。今まで生きてきて一番楽しかった、一番ドキドキしたよ。一番大好きです。幸せをいっぱいありがとう。だから一番大好きなここを、さようなら。私の最後の居場所にさせてください。なんでだ！ついに一番欲しかったものを手に入れた。今宵より我は不死だ。哀れ、たかが小娘一匹の死になんという滑稽な姿か。これが今日まで我を脅かしてきた火影人間とは。もうよい、消えろ。死んだか。思えば発光の娘だった。ところでなんだその無様な姿は。久しぶりだな、クレイ。我がわかる。貴様の父であった我を覚えているか。今まで走り続けてきた貴様がたった一人の死でこうも情けなくなるのか。虫とは気に入らんぬ、クレイ。私はどれだけのものを失っても決して立ち止まりはしない。我をよく見ろ、この顔。貴様をイメージして作ったのだぞ。貴様はそこで止まってしまうのだな。って失望したよ、花火師劣化。劣化、烈心を呼べ。烈心、すなわち主の父、大岡殿が人間であった時の炎の方は不死鳥。竜の矢八式で柳を炎と変えよ。さこした柳を己の炎とするのだ。もうできることはそれしかない。
見よ、柳の体が再び石化を始めた。魂の離脱を示しているのだ。完全に彼女の体が石化したとき、魂は肉体を離れ天道地獄の一部となる。天道地獄は海馬でもあり森高蘭であり迫した柳でもあることになるのだ。ひどい。お主は天道地獄と戦えるか。それ以前にお主はこの幼きか弱き娘に仲間たちを殺させたいか。悪鬼とさせて永遠の地獄を歩ませたいか。柳が一番望んだ場所はどこだった。奪われる前に奪え。聞かぬな。無力なりクレイ、我が最も恐怖した男よ。消えてなくなり。遅くなりました、クレイ様。クレイ様、見よれか。今お前はあの時の私のように問われたんだ。最も愛しいものを奪われた苦しみ、悲しみ。くれないが私の答えだ。貴様も答えを出せ、レッカ。ドモン君が好き、フーコちゃんが好き、カオル君も三鏡先輩も、でもレッカ君が一番好き。いつまでも一緒にいてね。ごめんな、姫。レッカ。答え出したから。行くぜ。竜の炎三式、ホムラ。ホムラ？レッシンを出すんじゃないの？八式を呼び出すには特別な条件がある。条件？すなわち七竜同時召喚。今の劣化なら不可能ではない。ついにレッシンを使う。親子の絆がいかに深いとて、かような不可思議な絆はあるまい。ああ、七代目おかげ当主。竜の炎五式マドカ。途中でヘバンじゃねえぞ、ヘッポコ野郎。これでもマドカ様はおめえの力ってやつを評価してやる。見てるぞ、見せてみろ。六式ルイ。大好きだったよ、レッカ。頑張れ。竜の炎四式刹那。気に入らねえ。天道地獄とかいうガキ、気に入らねえ。竜の炎意識再発。お主が一番救うてくれたのはナダレと私であった。楽しかったぞ。竜の炎一式なだれ。手を貸してくれんか、レッカ。
握手。この右腕、この右腕が力を、勇気を、希望を与えてくれた。諦めるでないぞ、希望はきっと残っておる。竜の院知識、悟空。知識熱心王冠様、何をしようとしている。どのみち我を倒すことなどできぬというのに。烈火は答えを出した。それがどれほどの苦しみであった貴様には理解できまい。烈火、かつての将柳殿の前世、桜姫を守りきることがかなわんかった。運命は皮肉にも時と世代を超え繰り返されてしまうのかもしれん。ただどのような結果になるかは見えぬ。柳殿の心は救わなければならん。行くぞ、烈火。見よ、くれない。見なよ、見なよ、ども。あの子笑ってる。あんなに幸せそうに。行こう。行こうよ、烈火くん。一緒に天道地獄を倒しに行こう。柳が烈火の炎だよ。食え、我を食え、天道地獄吸収隊。一緒に戦える。
暗い。それどころか傷が治っていく。治癒、癒しの炎。バカ、今の我に炎などウィルと何度言えばいい。あなたがその体を作るために奪ってきた人たちの命を癒します。成仏する魂とともにあなたが奪ってきた全ての力が消える。終わりです。天道地獄。嫌だ嫌だ、死ぬのは嫌だ。消えろ。永遠の殺戮、永遠の欲望。ダオン。永遠が終わる。円錐。さよなら、トキア。さらばだ。お疲れ様でした、ご主人様。幸せになってね。さよなら。魔導が砕けていく。火影が終わるのだ。天道地獄という邪悪な欲望、野望が消えたとき、火影に関わる全てのものが役目を終え、この世から消滅する。くれない。今日までよくぞ共に歩んでくれたな。お前のこと生涯忘れない。決してな。また会おう。くれ、わしを許せとは言わん。しかしわしは主を心より愛しておったぞ。カゲロウ、よくぞわしを忘れずにいてくれた。これからは己のために生きてくれ。さようなら、おっかさま。やだ、冗談じゃねえ。消えんだよ。お前が消えることねえだろ。泣かないで、泣かないでよ、レッカ君。レッカ、よくぞ火影を滅ぼした。そしてよくぞ我ら八竜の心を晴らし、成仏させてくれた。火竜は消える。火影も消える。火影の力も消える。そして解放された柳殿の魂は。あなたがそばにいたなら。
見せたいものって何？へえ、ちょっと前から準備してたんだよ、姫。もう姫はおしまい。劣化。え？柳だよ。劣化。打ち上げんぞ、柳。花菱劣化、火影忍軍七代目当主。炎の右腕で歴史に終止符を打つ。火影はもう存在しない。